こんにちは、ソロキャンパーのおじまるです。今回は IGT テーブル、こちらのご紹介です。この IGT テーブルなんですけど、なんと重量が 3.5kg、 耐荷重が 30kg っていうことで、かなり軽量コンパクトな IGT テーブルなんですけど、これがですね、組み立てが不要ってことで使いやすいんじゃないかと思って Amazon で購入したものです。僕はスノーピークの IGT をセットで持ってるんですけど、とてもね、よくできたテーブルなんですけどね、なんせ重量がすごく重くて、しかもコンパクトにならないんですよね。とても気に入ってるんですけど、僕が乗ってる軽自動車に乗せるには結構大変だったりとか、重いし腰が痛くなったりとか、家に保管するのも場所を取ったりとか、そういうね、デメリットもあるんですよね。ということで今回ね、こういうコンパクトな IGT を購入してみました。初めて今回使うんですけど、早速、レビューも兼ねて使ってみたいと思います。よろしかったら最後までご視聴ください。はい、ということで、まずはこの収納ケースですよね。この収納ケースがこんな感じでありますね。そしてここにファスナーが2本入ってるんですけど、ジッパーがこうやってダブルジッパーになっていて、こういうふうに開けることができます。こんな感じでね。ちなみにここの、収納ケースの長さっていうのがですね、83センチ、そしてここの高さが15センチっていうことですね。こんな、収納袋に入っているんですけど、中を取り出してみたいと思います。まずはこちらに本体ですね。本体がこういうふうにあります。これもね、フレームすごい軽いですね。そしてここに、2本のこういう長いのと短いこの棒がついていて、あとはこんな感じでプチプチに入った、これは天板でしょうか。天板がね、こういう3つ入っていますね。あとはこういう取扱説明書とかね、こんなものも入っています。はい、早速ですね、組み立ててみたいと思います。一応組み立て不要ってことなんで、組み立てっていうほどのものではないと思うんですけどね、実際にこれを開いてみたいと思います。はい、まずはこの本体のフレームっていうんですかね、これを広げてみたいと思います。これはこんな感じで足があるので、このままどうやって開くの？これを横だ。ここの上の天板のフレームを横に開くと、こんな感じでね、うわ、すっごい簡単ですね。簡単に開けた。もう確かに組み立て必要ないですね。こういうのも全部連結されてるので、こんな感じでね、クロスでしっかりこう強度が保ってて、耐荷重が30kgっていうことで、僕がこう荷重をかけてもしっかりしていますね。はい、これだけで OK なのか。そして天板がついてるので、天板はこんな感じですのこ状のものをここにはめ込んで、ここにこうなんか隙間があるんで、ここにスライドさせてはめ込む感じですね。これが3枚あります。3枚取り付けます。ここを真ん中やっちゃうと、こっちが入れれなくなるので、こっちにスライドさせてから、最後にこれ、こんな感じですね。うん、はい、できました。すごく簡単です。でここがね、ちょっとこうプラスチックであるので、こう少しこう簡単に抜けないような感じではありますよね。パンってやれば抜けますけどね、こんな感じ。スライドしたりとかしますね。でこれ1枚だけ分かりますかね。天板がこっちが全部5枚、1つだけこれ4枚の天板がついていますね。ほうほう、こんな感じですか。そしてこれはサイドにね、これつくはずなんですよ。ここね、ここがこうやってサイドに開いてはめ込む感じですね。こうやってはめ込む。おお、はいはい。ここはちょっとプラスチックなんでそんなに強そうじゃないんで強度はどうかわかんないですけどね。まあまあここに荷重をかけなければ大丈夫そうです。そしてこちらの短い棒は横ですね。これをこう開けてあげてここに差し込むだけですね。はい、できました。まあ、こういうところにシェラカップとかかけたりとかタオルかけたりできそうですね。こっちはね割としっかりしてますね。この棒が短い分たわみも少ない感じはします。付属の棒はこの短いのとこの長いのが1本ずつなんですけど、取り付けるのはこれ両サイド両方取り付けることができますね。まあ、こちら側でも OK。 そしてこれも逆サイドですね。奥側も取り付けることができます。はい、こんな感じでね全周どこにでもこう棒は取り付けれるんですけど、付属は長いのと短いのが1本ずつという風になっています。いや結構しっかりしてるね。あとこのテーブルのいいところはこのテーブルの高さが43センチから64センチにできるってところですね。1本ずつの足が独立しているので、例えば地面が水平でない時も1本ずつの足の長さを調整して天板を水平にすることができますよね。まあ、こういうのありがたいですよね。実際にやってみるとこのロックを取ってこんな感じ、このロックを解除してこんな感じでね高くすることができます。逆側もこのロックをこうやってはい長くすることができますね。ここの足っていうのは無段階でこうロックができるのでこの高さも自由にできるっていうのもいいですね。ほうほうほう、なかなかいいですね。であそこの奥のちょっとところが低くなっているので、まあ、この辺をちょっと低くして安定させることができる。こんな感じかな。安定しましたね。もうこれは便利ですね。今高くしてみたんですけどね、こんな感じの高さですよね。なかなかいいですね。こういう調整ができるのは便利。今日はちょっと椅子を持ってこなくて今コットに座ってるんですけどね、コットだと、まあ、一番高いところだとちょっと高すぎるかなっていうぐらいで、まあ、これは調整して下げればこんな感じでね使いやすい高さにできるっていうことですね。まあ、低い椅子だったりとかもしくは地べたでね使うにもいいんじゃないかなと思います。はい、なかなかねこの調整効くのいいですね。そしてこちらの天板のサイズですけど、天板のこの横幅が88センチ、そしてこの奥行きが44センチになっています。高さは先ほど言ったように43センチから64センチに調整可能です。今回はスノーピークのフラットバーナーを持ってきたのでこちらに組み込んでみたいと思います。この真ん中に組み込んでみましょう。まずこの4枚の天板を外してフラットバーナーをセットします。どうかな。はい、ぴったりですね。全然隙間がないぐらいぴったりにはまりました。ちょっと今ねガタガタしてますけど、これも足の調整でこのガタガタを取ることができますね。ちなみにこれを例えばサイドにつけたかったらこういうの外してこういうふうにね一番左につけたいよって時はこうやって取り付けて一番左にガチャンと、そうするとここ干渉しないですね。厚さも干渉せず余りました。はい、こんな感じでね、しっかり一番僕から見て左側に寄せることができました。これぐらいあるとね、こちらの方で作業スペースとかは作れると思います。なかなかいいですね、ただ本家の IGT とかと比べて、例えばここのね横にサイドテーブルを取り付けたりすることはできなさそうなので、まあ、その辺のね拡張性というところでは本家の IGT に劣るところではあります。実はですね、僕まだこのフラットバーナーを使ったことがないので、今回初めて使ってみたいと思います。この撮影に対してちょっとちゃんとガス管をね持ってくるのを忘れてしまったので、まあ、今回はちょっとスノーピークのものではないんですけど、プリムスのガス管が小さいのあったので、これを使ってお湯を沸かしてカップラーメンでも食べてみたいと思います。はい、じゃあ取り付けてみましょう。OD 管をこうやってね取り付けて、そしてこれをね止める場所っていうのは付属のこのプレートがありますので、こちらをこう上からこうして、こんな感じかな、うん、はい、ガス管がこういうふうにかかりました。なかなかよくできてますね。このごとくをつけて、はい、これで OK です。はい、それではこのスノーピークのアルミパーソナルクッカーを使ってお湯を沸かしてみたいと思います。ね、パーソナルクッカーもかなり使い勝手がいいんですよね。いろいろ網とか入っちゃったりして、カップラーメンぐらいなんでこれでいきたいと思います。お湯を沸かすのに水を入れます。カップラーメン300ぐらいあればいいと思うんですけどね、あとでコーヒーも飲みたいなと思うので、とりあえずは400ぐらい入れときます。よし、じゃあちょっとフラットバーナー初点火してみたいと思います。ごとくも安定してます。シェラカップとか持ってきたので、こういうとこにかけてみましょう。こういう感じでね、シェラカップが手元にあったりすると便利ですね。うん、いい感じです。まあ、本当だったらね、ここにこうテーブルがあったらもっと楽なんでしょうけど、まあ、ソロとか2人ぐらいだったらこちらの天板があれば、まあ、用は足りるんじゃないかなと思います。うん、コップとかね置いたりとか、まあ、こういうものも置いても十分ですね。うん、いい感じです。今日は来る時にセブンイレブンで関西風肉うどんを買ってきたので、こちらを食べたいと思います。お湯入れるだけです。簡単でいいですね。フラットバーナーのここの調節、火力調節のダイヤル結構スムーズで気持ちいいですね。はい、これで閉めます。ガスを止めました。お湯を入れたいと思います。よし、線を意識してぴったりに入れてみました。お、よし、 OK。はい、そろそろ4分経ったんでいただきます。今日はね、割り箸で。ちょっと固めが好きです。はい、それではいただきます。うん、美味しい。関西風でいいね。うん。コーヒー飲もうと思って、もう一回お湯を沸かし直してます。よし、OK です。簡単に飲めるドリップコーヒー。よし。こう天板が金属なんでね、こういう熱いものもこうやって構わず乗せれるのはいいですね。よし、OK。よいしょ。それではコーヒーいただきます。うまい。いやでもこのサイズのテーブルすごい使いやすいですね。こうやってソロだったらすごく贅沢に使えるし、2人ぐらいだったら使えるかなっていうのと、あとはこの横にね、普通にテーブルとかを他に置けば全然もう少し大人数でも使えるし、コンパクトだしね、コンパクトっていうか収束してすごく補足できるし、 3.5 キロっていうね軽さは本当にいいな。組み立てもほぼいらないっていうのはね、すごく使いやすいです。あとはこれね、初めて使ったんで強度とかそういうのは全然わからないので、そこだけは心配ですけど、そんなにすぐにね壊れるようなものではなさそうなので、そこは心配ないとは思うんですけど、こういうところがプラスチックだったりとか、あとはこういうところがプラスチックで、まあ、その辺りのね強度がちょっとわからないですね、うん、今のところすごく使いやすいです。あら、猫ちゃん、猫ちゃんがこっちをずっと見てる。何やってんだろうっていう感じかな。変なおじさんが何かやってるみたいな。おいで。はい、ということで今回はですね、 Amazon で購入した組み立て不要の IG テーブルのご紹介でした。こちらのテーブルを購入したきっかけは、最初に言いましたが 3.5kg というね軽量なテーブルで、しかも組み立て不要、そして収束型の、コンパクトになるテーブルということで、購入を決めたんですけど、僕はですね普段軽自動車に乗っていて、結構重量級のものも持ってくるんですけど、とはいえねキャンプギアを持ってくるのは限りがあるので、そういう時にね、本家の大きな IGT テーブルとかを持ってくるには難しいっていう方にはおすすめなんじゃないかなと思って今回ご紹介しました。実際に使って感じたことは、このサイズならね、ソロで使ったりとか2人ぐらいまでなら十分快適に使えるんじゃないかなっていう感想ですね。こうやってスノーピークのフラットバーナーを組み込んだりして使うと、より一層キャンプが快適にできるので、こういう IGT テーブル人気がありますけど、実際にねこうやって使ってみて快適だなって思いました。あとはですね、ここにテーブルとか拡張できないんですけど、こういうシェラカップとか吊り下げる棒も付属してますし、この辺はよく考えられていますし、足ですね、足を伸縮することで高さを変えることもできるということで、価格が確か Amazon で11,800円かな、そのぐらいなんですけど、実際にはクーポンが出てたりとかセールでもう少しお安く購入できると思いますので、概要欄にですねリンクを貼っておきますので、気になった方はそちらをチェックしてみてください。ということで今回はですね、コンパクトになる IGT テーブルをご紹介しました。この動画が参考になったという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。